中坂ですメールあと4通来るのというの <laughs> 一応あと4通送ったつもりなんですけどどこまで来てますかちなみに今ででどこまま来てます私の中ではあの10通送ったつもり <laughs> ルバン当選おめでとうえ気温ねむずい めっちゃむずいですでも毎日何着ればいいか分かんない。うんとね、これとこれとこれは思い当たるんだけど、もう一つ送った気がするんだよね。何送ったかちょっと分かんないんだけど、何送ったかなでも4つ送った気がするんだよな。うん。何送ったんだろう何が届いてないんだろう じゃあ分かんない一旦確認してもいいえごめんごめん。 やっっぱり術送ってました素晴らしいということでですねよかったですツ公園から来たくんおかえりおはようみんなあおはようみんなではないかうんーとー 今日は寒いなって思う時もあれば暑ってなる時もあってなんか難しい気候でしたなかちゃんは追い込み型だねまあ午前中ちょっとバタバタしてたのであんま遅れなかったんですけどすいません 今日のお洋服かわちいんですけどあのカーディガンなんですけどめっちゃ暑かったです難しい服難しいでも明日も二十六度くらいいくらしい明日はあのロンティーとスカートで行こうかなって思うんだけどどう思いますか気候的にどうですか上着は羽織っていった方がいいですかパーカーくらいは羽織っていった方がいいかなタイトルが数字みたいになってたんだけどどんなこと書いてあったかな えどのメールか分かんないんだけどんと基本的にほぼ全部絵文字だから私のメールのタイトルちょっとなんだろうどれだろう分かんない <laughs> そうそう昼間は半袖ででもいけますかいや半袖はちょっと厳しいんじゃないかなって思うんですけど薄薄は分かんないです中坂の体感は結構厳しい。 文字化けししちゃうんだね難しいね難いでも絵文字が絵文字を使わないメールなんてさ失踪すぎてさそうバブのメールは文字化けしてるんだあーごめんなさいねかじけん食った後は汗だくだったということで、まあ、ご飯を食べるときもエネルギーを消費しますからね 午後は半袖でいけそうあそううあ、なの25度は全然私の中で寒いんですけどね髪切ってないよー、はい、生まれかてからずっとこの感じってことですよね中坂きっと北海道なら夏なんよということで北海道最近の北海道は暑いですよ全然名古屋より。 カレートッピングどうでしたカレートッピングはなんかすごいスパイシーな何て言うんですかねまあ当たり前なんですけどカレーー粉なななのでで結構スパイシーな感じになるんですよでここにちょっとラー油を多めに足すことによってあとは一味とかね足すことによってなんか辛みをこう体感しながらあのー、味変して楽しめるのがすごくいいなって思ったので。 カレー粉おすすめですだいぶ味変わりますね大盛りの半分食べた時とかにするのがおすすめです今日でも髪巻いたんだあほら跳ねてるよなんかさ公園はメイクさんがやってくれるから跳ねないけどプライベートでやると普通に跳ねますあの今日は巻いていったんですけど <laughs> 直毛がすぎるな 年末年始グッズはおすすめですかおすすめですね上手なヘビの絵が写っていたじゃないですかてか巫女とか巫女の長さがいらないんですか皆さん欲しいですよねはい服と部屋の衣替えは終わりましたあんま全然終わってないんです大盛りはコンディションがいい時に食べないとダメだわね あのデフォが大盛りになりつつあるんでどうにか胃袋を小さくしていきたいですそうそう1歳の時から「中ちゃんですね」ということで変わらないんです中坂顔が本当にずっと今も変わっちいありがとうグランパス残念でしたね残念でした非常にでも怪我人を出してしまった模様であで来週末はルバンなのでどうにかして。 あのどうにかしてディフェンスラインが戻ってくることを祈っています。ちょっとやっぱ。ディフェンスライン大事。 でもディフェンスライン大事だけどディフェンスの選手が得点力があるっていうのも現状っていうね今はちょっと名古屋グランパスセットプレーからの得点が多いのでだからここ最近はほとんどがセットプレーからの得点でやっぱあのセットプレーっていうのはコーナーキックとかフリーキックっていうまあ一旦何もない状態からキックからスタートするよみたいな感じのところで。 あのいいキックでねボールが入ってくるからそこを身長の高いディフェンダーの選手がよくヘディングで決めるみたいな流れがここ数,字数試合行われてるんですけど難しいですね <laughs> 難しいですねイえイえい豊洲 <coughs> の詳細出ないね本当にそれな倍盛りだけど若干足らずうえ すごっ入った頃の中ちゃんはめっちゃ細かったいやあれは異常ですからあ,のあれをデフォだと思わないでくださいドレスの生写真のタイトルも文字化けあれも絵文字で送ったわ覚えているもの <laughs> ソーリーソーリー あの緑のハートと王冠の絵文字ですあバブのやつはバブバブバブですカジケンで初めてチームストッピング食べたよありがとう嬉しい皆さんあともう少しです今日も発表今日昨日か発表があってまだ S があの勝っているんですけれども油断大敵チーム E はすぐそこまで来ています もう中坂さんはまだでも十三杯くらいしか食べてないのであれなんですけど皆さんもよかったら食べてくれると嬉しいですよろしくお願いします。いやー S 三つ食べましたありがとうラストスパートだよいい意味で変わらないありがとう。 おるぅさんの写真集のカウントダウン動画に読んでいただけてようやくすごく嬉しかったです皆さんおるぅさんのカウントダウン動画見てねえー、優しさ優しさ名古屋市にカジケンさんは13件なのもっといっぱいあると思いますけれども まあ同じ店舗にも食べに行ってるので一概には言えないんですけどまだ全制覇はしてませんちなみに <laughs> だいぶ時間をかけてしまったことを反省していますけれどもまあぼち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 行きますので皆さんもあと1週間頑張ってください <laughs> ルヴァンカップルヴァンカップ決勝のチケット当たったおめでとう あのー、まあなかなか厳しい戦いだったみたいですけれどもあの結構外れてる方もたくさん見かけたのであの皆さんのお手元にあの国立競技場ですからチケットが、あのーね、ああの届くことを願っています。チームストッピング連打しないでください壊れちゃう券売機連打やばい。そう カジキンバースバーストじゃなかったスパートだったラストスパート文字化けなし報告やばい文字化けなく送れるように心がけるねルヴァンカップ決勝のチケット当たった午前仕事なので後半途中にスタジアム着く予定結構キックオフ早いもんねあの日。 あの入場がバカ早すぎてな,なんやねんって思ったんですけれどもまあわからないですから <laughs> すごい早かったわよ入場だから自由席の皆さん頑張ってください 絵文字を想像する楽しみですね。あ、ポジティブシンキングですね。素晴らしい。あのー。中坂さんがよく使う絵文字を、じゃ、教えときますけれども、あのー。 こう,いうなんか普通のさ白いハートは見えてるのかな,なんか大体使うのはいつもグッドマークお目目きゅるきゅるえピースが多いですねもうグッドマークはもうめっちゃ連呼してるのでなんかめっちゃ文字化けてるって思ったら多分グッドマークだと思いますアルビ側はほぼ完売ですご名古屋側はあんま完売出てないんですかわかんないけどでもめっちゃ落選してるみたいなポストは見かけましたそうそう なにもう何もなんか発表なくてあの本当に今週末だよね <laughs> ポリポリ髪みってないよスタグルはわかんないなんか出るんかな今日はあのみんなに見せたいものがあるんです一気には出ないから一個ずついきます。 せーのじゃーんかわい,いこちらえめっちゃかわいいスケッチブックそして続きましてじゃーんミニイナリンなんか離れ目だねミニいなリンそして マグカップかわい,いしかもめっちゃ頑丈重たいです私の持ってるマグカップよりそして T シャツわかわいいこれレッスン着に着よう以上こちら、えー、今までファンの皆さんに頂い,いていた あのショールームの景品でございましたありがとうございますあとこれも受け取りましたティワ1のチケットもえへへへ,へ,へもうあのこれはあの T シャツはもうだいぶだいぶだいぶ前のイベントみたいなんですけど受け取るタイミングを逃してしまってやっと今日受け取れました こちらの3つはもう割と最近行われたイベントで達成したやつですありがとうございますなんかいつも気づかない間にみんなが達成させてくれてるのでびっくりしてます本当にありがとうあのこちらのスケッチブックやミニイナリンやマグカップを使ってこれからもショールームを楽しんでいきたいと思います えー、いつも本当にありがとうシルバーウィークかなこれはこのスケッチブックとか割と直近だとそんな感じかなはいありがとうございましたよいしょ アニメギフトはポチりたいアニメーションが確かにつきましたもんねそうそうミニイナリンのサイズ感よく見比べますかいなりンだいぶミニマムだよ開けちゃうね の孫じゃん絶対。こちら皆さんミニマムイナリンです。私の顔と同じくらいですね大体。肌乾燥肌乾燥だわ。孫リンやばい <laughs> 鼻水出ちゃうから鼻で笑うと <laughs>。 え皆さんにあこの子の名前を募集したいと思いますので。やっぱ離れ目だよね。かわいい。運命の再会。おじいちゃん <laughs> 運命の再会です。皆さんこの子の名前考えてくださーい。全然採用しない可能性あり。 いいですねなんかミニマム稲林いいですね <laughs> <laughs> あのこの,この衣装は全部ままさかが作ってるんでままさかに頼んでくださいいなりんはんでいなりんやったっけ、うん、どっからとびても稲な寿司にしか見えないからですよもうねどっからとびても稲な寿司やんだからこの子も直感で何に見えるかだよね うんアーモンドチョコレートパイセンもいいなでもチョコチップクッキーくんもかわいいんだよね 難しいですねもう少し悩みたいと思いますでもなんか2体並べるとすごくかわいい飾りたいです中坂家に飾る場所を創設したいなと思います皆さんも秀逸の名前お待ちしてまーしょ そういうことで本当に改めてありがとうございますあっつおい何これぶつけちゃったわ今日はお水を持ってきました口内は全然治ってないんですけど相変わらず食欲だけは旺盛です 何は八十三ちゃいです。確かに揚げパンパイセンも可愛い。でもな、お前めっちゃ。 なんやねんこれえもうずっと私の肩に乗せておきたいくらいかわいい何これあーお前めっちゃかわいいなどうしたら私の肩に乗ってくれる かわいいなにこれめっちゃかわいいしっありますよえかわいいんかわいいねあどうしよう母性湧いてきちゃった 今日は「ですね <laughs> 今日はあの2じゃないよ」うでした。ということで皆さん11月4日おるーさんと一緒に「2じゃないよ」でーす絶対に絶対に絶対に聞いてくれよなということで月曜日だなんですよ11月4日。ということはすなわちどういうことかというと「ちちやすさんの提供」でお送りさせていただきます なのであのちちやすさんのヨーグルト今日うもいっぱいもらってきてもう幸せです11月4日何かあるなと思ったらやっぱ S 公ンですよねあそうだ何かあるなと思ってたんでしょうねそうそう <laughs> <laughs> うん そうです。チーボーです。今日もたくさんのヨーグルトをいただいたので、いっぱい食べたいと思います。わ<ー>また十二月日本戻るからね、ということでお待ちしております。文化の日なんですね。いいですね。文化に触れましょう。皆さん。 最近公園足りにくい問題ある。なぜか教えてあげましょう。エスコエが少ないからですパー。タピオカマジ久しぶりに飲んだで今日。今後ヨーグルトは父屋買います。お願いします。あの父屋秀は <laughs> 父屋さんの何が何のヨーグルトがおすすめかって言うと、私個人的にはハチミツのヨーグルトが美味しい。 とっっても美味しかったこの前頂い,いたんですけど毎日食べてました本当にうますぎて皆さんもぜひ食べてください <laughs> そう昨日は久しぶりの S 公演でしたね皆さん楽しかったですが告白心拍数もやりましたね心拍数誰かがドアを叩くように胸の内かする恋するビート 心拍数どんどん上がっていく目と目がそれだけですぐに血液がめくるよいや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 いよいやいやいよいや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 いい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  3列目から見てたけど、迫力すごかった激しい振りよねということで、あの、頼りは翼だけだ、リトマーからの、頼りは翼だけだからの、あの、告白心拍数はもう、やばいね、どのシングルよりも心拍数爆上がりで、ブラプレッシャー一気に上がってしまってのこの落ちサビの時とか、なんか、やばかったもう聞こえたドドドドドドドみたいな。<laughs> むず、難しいっていうよりは、もう本当に全身運動だから、すっごいハードワーキングよ。<laughs> でも楽しいなんか、インスピレーションの時とかも思ったんですけど、なんか、めっちゃ踊るっていう系の曲ってめ、踊れた時めっちゃ楽しいんですよ。だから、すっごい楽しかったんだけど、ラプレッシャー、どドドドドドドみたいな、本当にこんな感じだった。緊張した。 でも無事にできてよかったですそう歌詞やばいなんか「ブラプレッシャー一気に上がってしまってキュンと品が破裂する危ないロマンス」「ブラプレッシャー私の腕に触れてみて目かつ愛が伝わるわもっと強く告白ブラプレシャー」 やばい <laughs> 全然歌えないよ難しかった1番は「心拍数誰かがう叩くように胸の力の薬する恋するビート心拍数どんどん上がってゆく目と目が合ったするだけですぐに血液がめるよ」いや2番の方がむずいな。 愛しさと切なさは繋がっている心拍数私の胸私の胸に耳を当てそっとことを聞いてみて脈を打った告白心拍数矛盾開始ですよ <laughs> はい あやかぴょん2日連続だったぜいや本当にきょッぴーも2日連続だったぜということでもうすごいで思いましうでもう移動むずい移動めっちゃむずい「カウントダウン TV」に出てほしいわねえー、みんなが「カウントダウン TV」のもうメールフォームにいっぱい SKE 告白心拍数出てほしいって送ってください 私も出て欲しい切実にもう全サビ振りが違うのって結構 SKE48 のシングルでなかなかないわけですよなんかもう「えあります全サビの振り違う」みたいなもうちょっと覚えてない曲もいっぱいあるからあれなんですけどたまにあるけど大体は1サビも2サビも振り一緒なんですよそうそう で、まあ、ラッサビは、まあ、確かに1番とちょっと一緒ですけどちょっと振りが追加されるので本当にもう覚えるのはすごく難しかったんですけどでも踊れた時のなんか達成感やばいと思うノーミスで心拍数踊った時すごいようおーってなる <laughs> そう <coughs> ポジションでも違うところあるえありますあります私がコンサートで覚えたポジションと公演で披露したポジションはほとんど振りが違うのでなんかもともとチーム公演でやるための振り入れを先にしていたんですよだからチーム公演で踊る方の振りしか覚えてなかったんだけど全員でやるってなった時の振りはもう全然違うからめっちゃあのもうアドマがこんがらかりそうになりましたそうでも とても楽しかったですでもいいですねなんかダンスの SKE って感じがして 皆さん中坂みゆちゃんが告白心拍数を踊ってあの痛い踊っている姿を見たいなと思っている皆さんはチーム S の TikTok をぜひご覧ください。よろししくお願いしますい耳ひえもまあまあ難しいなって個人的には感じてるけどやっぱなんか。 耳はリズムが結構落ち着いいてるじゃないですかだからこうハイテンポな曲ってなるとまたそこに動きまで合わせに行かないといけないのですごい難しいと思いました。中ちゃんはオルサンポジションでし 覚えだしていこうぜ」「人生いは一度だ。言いたいこと言えないまま生きるとかいやじゃん」「こしていこうぜ」「にゃん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 に アンダーの子ってポジは,ポジは毎回違うのまあチーム S に出てくれるアンダーの子は基本的に1人しかいないと思うので基本的にその子は同じポジションになると思います。他のチームは今全員でね出演できる日は15人なので1人だけなのでその子のみその空いてるポジションのみなんですけど。 でもしかしたら誰かが救援することも全然ありますのでその時は覚えてもらうかなと思います <coughs> そうそう全然覚えてません偉業踊れないことは僕たちを。

難しいレッツデースデース思うままデースデースレッツデースデース踊らせてレッツデースデース道を開けないよ踊らせてはい何が普通かかかっ <laughs> ないい <laughs>、えー 難しいんです。本当に。オーバーザトップミューも好き。わかるわかる。研究生のみんなは本当にすごいと思います。なんか特に今の研究生って人数が少ないから、一人の子がたくさんのポジションを覚えているじゃないですか。でも中坂が研究生の頃って普通に研究生が20人弱いたから、なんかもうポジションも争奪戦だったわけよ。ここのポジション覚えてる子、何いんのみたいな。だから、 なんか本当に今は足りない足りないという感じでみんながいろんなポジション覚えてくれていて本当に嬉しいなと思いますありがとうございます <laughs> そうじゃあ 13期生楽しみだねというか楽しみですね本当にに何かすごいなって思いますいやいい環境だとは思いますけどめっちゃ大変ですよだって毎,毎日を公園出てるでしょって思うもんそうそう アンダーまだ出てない子に何か声かけてあげたりしてる？も最近はちょっとあんまお話できてないんですけど。でもまだあこんなに頻繁に研究生が講演なんていうんですか？12期もなんかサータンとかここははなちゃん。 くらいまでしししかかまだ出ててななないい頃ははんんおしゃべりしに行行っったででですすけけど今はちょっとてないですでもなんか焦らないでいいよ覚えてからで全然大丈夫だと思うあの長坂もなんやかんやで1年9ヶ月1年10ヶ月くらいあ1年9ヶ月とちょい研究生やってたんですけどあのトータルで10回しかアンダーに出ていないんですねあのそれくらい覚えも悪かったですし K2 公演なんて一度も出たことがないのであの本当に焦らずに あのー、まあ周りがすごいことばかりだとあの焦ると思うんですけど焦らずにあの頑張ってほしいいなと思いますでも今頑張ってる子たちも本当にすごい頑張ってくれてると思うので,でこれをなんか私たちは本当に「ありがたい」「めっちゃありがたい」と思ってるから「あ,のありがたい」「ありがとう」って言葉は伝えられるんですけど「ありがとう」っていう言葉 おいしいご飯に連れて行ってあげることくらいしかできないのであの皆さんがぜひあのトーク会などお見送りなどであのねぎらいの言葉をかけていただけるととても嬉しいなと思います。よろししくお願いしますそそそそう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  そうなのそうなの S 公演解禁賞は「立派よ」ということありがとうございます全然立派ではないんですけど <laughs> ぼちぼちやらせてもらってますジュエルのバックダンサー目立ってたバックダンサー懐かしいね来年はココハとユアニャンとカキレナが表彰されるのかいや分かんないですよあのもちろんその3人はとっても頑張ってくれてるし ただみコんコもまだ若いだけであの踊りはとっても上手なのでまあ、年齢っていうところも難しいですよねあんな出たくても出れないみたいなもどかしさはありますからまあそんなに焦らずに無理せずに怪我なく頑張ってほしいなと思います <laughs> そうまあ、中坂さんはもう時間も何も覚えてないっていう <laughs> 覚えてないっていう,もう概念がね覚えてないっていうところからでしたからはい <laughs> いやココミうまいと思いますよあのねー あれ,あれ見て思いましたすねながらアメ12期とマキコさんでやってたじゃないですかでセンターがユアニャンだったんですけどこれ周年コンサートの話ねユアニャンがセンターだったんですけどもうユアニャンはもうなんかめっちゃマキコさんをなんかもうマキコさんには負けないみたいなメラメラがすごい伝わってきてわユアニャンすごいなって思ったしなんかパフォーマンスもすごいなんかここでこうするここでこうするってめっちゃ多分考えてる子なのであの一緒に「S のアンダー」とか出てる時もすごい感じるんですけど。 なんかすごいめっちゃ考えてパフォーマンスしてるからなんかすごいガッツを感じるんですけどなんかすごい踊り方がめっちゃ綺麗だなって思うのがここみんでなんか「すねながら雨」ってめちゃくちゃ難しい曲なんですね普通に普通にめっちゃ難しい曲を12期のみんながやってるから本当にすごいなって思うんですけどあのやっぱ。 なんだろう結構スキルが必要なのでダンスが苦手な子はどうしてもね苦手だろうなっていう振り付けがね何個か出てくるんですけどここみはもう全部綺麗みたいな感じでなんか動きがすごいしなやかだしあの「ビューティフル」確かセンターだったんですけどあの曲も結構なんか滑らかなダンスなのですごいぴったりだなって思いました。 すごい！おとなしいなってあの話しててすごい思うんですけど、あのうちに秘めた熱い思いを持っていると思うので、ここに絶対に。またエスコ園で一緒になれることを楽しみにしてます。でも、12期のみんなは本当にあのー、面白い子ばっかだなと感じるので、<laughs> なんかあのー、まあね。特に年上組が今すごい。アンダーとか出てくれてると思うんですけど、12期研究生の中だとなんか年下組もその焦らず。 逆にに今自分にできることとを精一杯伸ばししてていって欲しいなと思いっな思ます年齢に甘えて怠惰、あのー、していると、あのー、スタートダッシュを決めきれなかった中坂美優さんみたいになりますから「<laughs> 学校忙しいもん」とか言ってあのモバメ送らない勝利もやらないとかやめましょうブログは書きましょう是非 <laughs> <ぜひ笑>以上中坂さんからのアドバイスでした <laughs> 青海さん配信で S の選手楽出たたいと言ってたよえ私もそれあのマジ今次青海さんが小ルームやる時誰か伝えてほしいんですけどあの青海さんがいない愛を君に愛を僕にで終わりたくないから絶対に戻ってきて <laughs> 私は青海センターの横で桃ポジで踊るのがすごい好きだったので。 恋しいですいやもちろんおるーさんやちかさんや横にゃあさんがセンターの日もすごい楽しいんですけどやっぱこうひなのが横にいたあの頃にすごいあのすごい恋しい今はとても同期や後輩に中坂先生って呼ばれててすごい <laughs> すごくないよ <laughs> ありがとうございますそうそう ふにゃふにゃしててかわいかったあおみさんといえばヨギボウの上でやる配信がもう普通ですから出放なんですいませんふにゃふにゃした動機であの振り付けは聞いていただければあの全然教えますよって感じですねあんな詳しくはないんですけど昨日中ちゃんと桃田の「二じゃないよ」動画見てためっちゃ懐かしいじゃん 今日は二十三時半とかに終わろうかにゃーって思ってます。<laughs> マイドリーム横にゃさんとの歌唱が懐かしい。そうですね。歌わり的にはひなのって横にゃさんが同じ歌わりですから。<laughs> こない直らないです。でも、明日には治りそうなので、今日はチョコラ B. B. はやめました。 はいもう早くあおみさんに会いたいです普通に普通に青おさんに会いたいちなみに今あの私たちの同期は10人いる気がするんですけど <laughs> あのー、気づいたらもうこの前のコンサートはココ、まあ、ちゃんが復活したのもあるんですけどあのコ、ー、コちゃんが復活されするよっていう発表があるまでは7人しかいなくて、うん おこんなけしかいないのキュウキーっていう本当にびっくりしたんですよ。まあココちゃんが、あのー、徐々に多分活動戻ってきますし、あのー、えなちゃんも会いに来てくれてたりとかあおみはタイで頑張ってるしみたいな感じで結局1人なのでキュウキーは今現役で活動どうしてるキュウキーは10人なので半分になっちゃったんですけど、あのー、あの私はもう,あのーはい、もう今のメンバーが誰一人欠けることなく、あのー、キュウキーでライブやりたいです。 本当に吸気の勢いを吸気に勢いをつけられるように頑張らなきゃですねそうそう。 中間管理職かは全然わかんないんですけどまだまだ全員後輩ずらして生きてますゅおお腹がギュルギュルしてますえまつげさでもだいぶぼしゃぼしゃなのなんかつぱがもうね取れ始めてて悲しんでます、ね、どうしたらつぱの餅ってよくなるんだろうかにゃー まだまだ後輩ですよ私たちはっていう顔でい生きてますよどのチームの休憩も <laughs> まつ毛美容液塗ったらチリチリ治りますかじゃあまつ毛美容液買いに行こうあまつ毛褒める美容液は使ったことないですわ <laughs> かったまつ毛とっても美しくて最高 右まつげがんばれお前は美しい右まつげがんばれケープしてみたら目,目が死んじゃうよケープしたらめっちゃ痛いんだよケープが目に入るの痛ーいってなるからちょっとペタペタするしねそうそうおとといの MC さんちゃんが先輩チームだったすごい <laughs> すげョギョギョギョ眉毛は 今日はあんまま上上手手にななないい <laughs> いでですすじゃつげかわわちちよいよかかねなんかやっぱさ薄い前髪がかわいいんじゃないかとか思い始めてるんだけどさどうなんだろう結局どうなんだろう薄い前髪の方がかわちいかなそれとも重めの方が似合うのか私結構今重めなんですけど。なんかね <laughs> 薄い前髪。 薄い前髪するとなんか眉毛がめっちゃ主張してくるのだから結構重いんですけど中坂の前髪は今ユアートなんてしたら中坂もう眉毛やばいことになっちゃうけど <laughs> やばいことになっちゃうベートーベンを聞かせてみるわ <laughs> かんないけど全然オッケー そうすごいよねまっすぐあまああのあれからストレートアイロンかけたんだけどにスてもまっすぐになりすぎて悲しいなしは前髪なしはあんまり似合わないかな今ははいパン屋さん行ったで休みでしたつらパンパンといえば昨日食べたパンが美味しかった <laughs> <laughs> 昨日食べた白鳥バンが美味しかったよ <laughs> はい中坂はやっぱパッツ前髪が好きですね自分は長いのはあんま似合わないのとセットがめんどくさいイエーイ 前髪三本だいなんですか。<laughs> そうそう。いいなパン食べたい小麦粉食べたい。あ今日傷つ前投票行ってきました。あめっちゃ偉いですね。あのこの配信を見ているすべての皆様へ選挙に行きましょう。 おまつげをギャン上げするのとアイラインを今めっちゃ垂れさせるのにはまっているのでガンタレでガンタレでいってますいやパンとか麺とかが食べたいねご飯も最高だけど当日行程予定ですちゃんと行くよ当日に行きます期日に行くよ中ちゃん初選挙してきました豊洲の日に行きます素晴らしいですケーキ <laughs> そうこっちの番組で「田辺のパン」っていう番組が始まったよえー、すごいなんかみっちゃん今日お仕事してたよねすごいすごい今日投票してきました素晴らしい明日行こうかな炭水化物に恋してる炭水化物ってなんであんなおいしいんですかねもう仕方ないよね明日行ってきますえらいとってもみんなえらい あの地域には貼ってないんですかね SKE48 がさ今衆議院選挙のさあのやってるじゃないですかキャンペーンガールみたいな名古屋市内にはあのー、お三方が載ってるポスターが大量に貼ってあるんですけど街中に皆さんの街にはありますか そうみっちゃんに会いたい愛知県だけなんだそうなんだマジ名古屋市内はもう至る所にあってああいいなぁと思いますね あのまあ皆さんの世代の方はもしかしたら結構選挙に行くよっていう方多いかもしれないんですけどまあ本当に中坂の世代があの行くかが心配なのであのもうこの配信を見てる中坂の世代なんてあの本当に0.1人いるか分かんないですけどあのもう中坂の世代の皆さんがあの選挙に行く楽しさを覚えていただけたらなと思います。 めっちゃ、めっちゃ背中が痛いわ。伸びでもしましょう。ふい。姿勢が悪いからです。姿勢よく生きていきたい。 逆に中坂みたいなのがレアなのかな垂れ目みが強いでしょ垂れさせてるの。 あ30分になったエンディングしますありがとうございました教えてくれてさっきから20分からね教えてくれてる方いましたよねありがとうダメだなんかさもう最近本当に選挙に行こうみたいな配信しかしてなくて申し訳ないです <laughs> でもあの中坂のショールームで呼びかけても何な,なんですけどあの本当にみんな選挙に行ってほしいなと思うので。 あなたの一票で日本が変わるかもしれないんですよまあでも中坂も行ってみて思ったことは何個かありますなんか意外とわかんないなんか例えばですけどあのー、まあその比例比例代表制とか小選挙区制とかなんか言われてもなんか習ったのなんて小学校 高学年とか中学校とかだからなんか18歳になった今なんか改めて思い出せとか言われても全然わかんないからなんかもう高校卒業する前くらいになんか1回もう1回授業でやっておくべきだなっていうのをすごく感じましたねなんかなんだっけ比例代表制ってなんだっけ小選挙区制ってなった普通になった <laughs> あとはなんか どんなことやってる人たちなのかっていうのがすごい分かりづらいじゃないですか、まあ、ポスターとか見ても書いてあるのは一部のことだからなんか私は今回全員分あの全部自分で調べてホームページとか見てあの選んだんですけど <laughs> あのそういう感じでなんかそういうその作業するのもちょっとめんどくさいかなって思ったりするのでそう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 なんか難しいなって思ったのと、あのー、比例代表制はもう。 政党がいいいっぱいあるじゃないですか日本にはだからもう難しいって思ってこれを全部調べるってなるとめっちゃ大変だなってすごい思ったので、はい、難しいですね選挙って。 確かにこの投票するってていいいう作業ななんて5分くらいじゃないですかもしかしたらもうめっちゃ投票場所が家の近くっていう方もいるかもしれないけどもしかしたらめっちゃ遠くまで行って投票しなきゃいけないけどもう5分のために投票しに行くのってめっちゃめんどくさいっていう方も絶対いらっしゃるじゃないですかそうそうだからなんかそういうねこうみんなにその5分がとっても大切な5分なんだよっていうのをあのー、理解していただけたらなってすごく思います。 とても大切な五分なんだよ <laughs> そうそう。そうそう。そうだよね。 ドドキドキしためっちゃなんかもう真剣な大人がいっぱい座ってるからもうめっちゃドキドキしました <laughs> そうそう熱田長屋行ってきたああナイスナイスありがとうカジケンあ違マジ投票行ってカジケンに行くのさなるほどねごちそう食べて帰らなきゃだもんね元気だよー うん、連れてってもらってたような気もするし気もしないような気もするんですけど、うん、ごちそう食べに行った記憶はないです <laughs> まあでもさせっかくせっかく18歳で18歳からこう日本を変えるチャンス逆にあの18歳19歳の皆さんにはもう逆に10代全員の投票を背負ってるって思っていってほしいなって思います。<laughs> なんか まあ結局若い人たちもしかしたらだけどもしかしたらだけど10、まあ、大体選挙習うのって、まあ、11歳とか12歳くらいだと思うんですけどもしかしたらその選挙の比例代表制とか方選挙区制っていうものを習ってからもうすごく政治に興味があってもう自分も、あのー、日本を変えたいって思っている小中高生がいるかもしれないじゃないですか。でもその人たちには残念ながらさ、あのー、投票権はないわけじゃないですか。 そんなでももしかしたら10代のために日本を変えてほしいと思っている若者がたくさんいるかもしれないんだからそんな若者のためにもあの若い者を代表してぜひ若い人が投票に行ってほしいなと思いますで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 すまあ行ってみるだけ行ってみたらね何かがまた始まるかもしれないですから気になる政党がで,できてくるかもしれないですから若いみんなよ。 投票に行こうもうダメだもう選挙選挙の話しかしないここ最近1週間くらいずっと選挙の話しかしない日本を変えたいのということ日本を変えたいっていうかなんか日本を動かせるかもしれないんだよ私の一票でって考えたらすごくワクワクしませんか <laughs> なんか別に今の日本が変わってほしいとかそういう話ではなくて私のこの一票で日本が ちょっとでも変わるかもしれない可能性を持っているっていうこのワクワク感がたまらないね <laughs> そうそうまあいい方に変わるとはわからないですけどまあそれも経験だと思いますまあまた23年後にはあるんだからねそうしたら前回の反省を踏まえてまた投票すれば いいいのではないかなかと特に若い人なんかそうじゃないかなと思いますけれどもね。にゃーん 自分の一杯でジケンどのチームが勝つか変わるみたいなものよねというとお分かりやすい分かりやすいですねそう市長選もあるって聞きましたパパ坂からそうなんだってまたいろいろ調べなきゃですね まあ今布石のご縁を頂い,いて SKE48 がラブアイ i サポーターズとしてこう衆議院選挙のキャンペーンガールみたいなのをやらせて頂い,いてるってことがもうすでにご縁だと思うので SKE 頑張って投票率上げてこう <laughs> こんな縁にしみました。 いやばだ,だ,だ,だ <laughs> あ小学校みたいなのもよく聞きますよね確かに確かに <laughs> ひょうひょう コーナーにしみしみみ配信で終わるのかなってあお時間になりましたので、コーナインしみしみ配信では終わらずに、こちらのかわいいミニイナリンで終わりたいと思います。かわいいお前ほんとにかわいいなかわいいよ、かわいすぎる。もう、もう毎日持ち運んで生きていきたいもん。 可愛い,いよ。どうしてくれるんだよかわいい。終わります。終わります。じゃあ今日はこちらのこちらの子と一緒に読みたいと思います。 前行きなお前は私の顔が小さく見えるようにね終わりたいと思います 怪獣さん、お化け、限界ハムハムさん、ハートワンマンさん、かわいいずんだマンさん、野球ボール、ののさん、青い風船、風船、バイク猫さん、いいねパンダさん、赤い風船、ワンちゃんさん、ハート、えー、おるーさん、ハート、だるま、ハート、SK の熊さん、お化け、ガローさん、かぼちゃ s k エ4 8の熊さん、お花、ランセルアスカーさん、お菓子、こじこじさん、頑張れ、頑張れカニさん、お化け、パンダさん、赤い風船、緑のカッパさん、赤い風船、えー、ダンシンヒルさん、ハート、世界さん、野球ボール、ハート、ハート、ダンシンヒルさん、青い風船、えー、 えー、オーマーシャン青い風船ダンシングアヒルさんハート赤い風船バイク猫さんわかるうんうんうん、えー、白のホニホニョさん野球ボールダンシングアヒルさん青い風船トラさんわかるうんうんうん、えー、ズンダマンさん野球ボール <laughs> センタ女の子さん青い風船ズンダマンさんハートルンルンネコさん野球ボール、えーえー、センタ濯女の子さん赤い風船、えー、自転車ラスカルさんグレイト 青い風船、ズナマンさん、ハート、自転車ラスカーさん、野球ボール、パンダさん、赤い風船、タイヤキング池田さん、ハート、白の熊さん、ええー、青い風船、マイク持ってる女の子さん、お菓子、ルンルン猫さん、ハート、限界ハムハムさん、ハート、バイク猫さん、いいねー、戦隊系女の子さん、野球ボール、ええー、ランスラスカーさん、ブラーボータイヤキング池田さん、お話、ええー、こじこじさん、アゲン ムシャラスカルさんハートヒヨコスターさんアイスクリームムシャラスカルさんハートえー、オーマシアン野球ボールワンワンさんかわいいえシロノクマさんホーール,ルヌーコさんおかしいピンクのモコモコスギさんあんいしてるワンワンさん結婚してブブググ,グさんハートキラヌのさんハートブブググ,グ,グ,グさんハートののさん赤い風船サえさんハートキラキラ星さんハートランスラスカルさんわかるうんうんうん えー、トラさん、レインボー、キランヌさん、ハート、サヤさん、ハート、キランヌのさん、ハート、ハート、ブブググさん、ぼちゃかぼちゃ,かぼちゃえー、チカさん、野球ボール、ピンク、ナザラしさん、わかるうんうんうん、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。ということでですね、あの、他にも、今日も消えちゃったギフトが本当にたくさんあるかなと思うんですけれども、たくさん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 投げていただいて、本当にありがとうございました。今日は、あの、新しい、 仲間が増えて嬉しいですイエーイ。よし、こいつの名前を決めましたので、後で発表します。 それでは続きましてランキング読みたいと思いまーす今日の中身73位はでけでけでけでんルンルン猫のアバターのトミっチさんですありがとうございますイえーということでありがとうございます !20、二十じゃない、73位ありがとうおめでとう <laughs> では続きまして20位から読みたいと思います いきますせーのアポリーさん、たかゆきさん、中トロさん、水のねさん、かずひろさん、無名さん、え号パワーさん、ありがとうございますイエーイということで、今日の20位から14位の皆さん、ありがとうございます !13 位、とも DD さん、ありがとうございます !SK のコマシャン 十人スーパードライさん、ありがとうございます。バイク猫コ、ブーン、ブーン、ブーン、ニャー。11位アンディさん、ありがとうございます。怪獣がおー、がおがおがお。十0位、北の SK、カラッカラさん、ありがとうございます。ランチルラスカル、ル,ルルルル。9位、緑のおっちゃんさん、ありがとうございます。パンダシャン、パンダシャン。 えー、8位武さんありがとうございますシャコウキドグドグードグードグ,ードグー7位いつでもどこでも店頭さんありがとうございます SK ぬってきた元気ますね。えー、6位サクキリさんありがとうございます水よされムームウサギブンブンえー、5位お父さんさんありがとうございますワン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 ,ワン

S ハート73おしさんですー <coughs> せーのガローさんガローさんガローさんありがとうございますということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました、えー、今日の第3連単予想は今日は23日ですか 二十三日ですね。ということで七三二十三。ビンゴビンゴあなたに巡り逢えた。ということで三年単的中何円目ですか？六万五千円目くらいでしたっけ？あれ五万だっけ？ちょっとわかんないんですけど的中でーす。久しぶりの貯金してねー。ありがとうございます。

これからもプチシュく君のこと、あの、愛してあげてください。よろしくお願いします。<laughs> のポイントは、あの、このミニマムサイズ感をプチというところで、あの、あれしたところです。あのー、こちらです。もう、かわいすぎるので、これからも、 末永くよろしくお願いします。これです。よろしくお願いします。ということで、五千二百七十六盛り上がり、ありがとうございました。また明日の配信も見てください。よろしくお願いします。 それでは、今日は終わりたいと思います。また明日ね。あ、十通届いたかな、メール。届いてますように。バイバーイ。じゃんけんぽん、あっちみて。はい、今日の合言葉は。ポチシオコン。バイバイ。六万五千円目だって。三回目の。ってことは、すなわち、六万八千円目。もう七万じゃん。やばー。目指せ。十二月までに十万円。やあ。バイバイ。